皆さんこんにちは、高藤力です。今日もよろしくお願いします。今日はまあ、自分の愚痴を聞いてくれということで、まあ、10年前に遡りますけど、まあ、野球賭博で自分クビになりました。まあ、そのクビになったことは全然こう、まあ、しょうがないなと思ってんです。本当にもう自分がクビになってるのはもうしょうがないし、これ反省して10年ずっと焼肉やってきました。まあ、いい時もあれば悪い時もあって、まあ、そういうふうに来たんですけど、どうしてもだから納得いかないことが一つありまして、まあ、それを今日ちょっと話させてもらいます。ちょっと1億でもちょっとふっかけたろうかと警察に相談しに行って、いや、この人らちょっとやっぱまずいなと思って、親方言って終わりましたわ、何終わったのとか言ったら、一番最初に野球賭博は、まあ、自分含めて、まあ、たくさんの人がやってましたけれども、まあ、その時に、まあ、一番最初のきっかけを作ったのは実は私なんですよ。私が、まあ、いろいろこうそこのところで500万を、まあ、たまたまそこで買っちゃって、どうしてもお金が欲しかったと。で、まあ、何ぼか借りてるに、ことみつきにいくらか借りてるにもかかわらず、どうしてもお金が欲しかったんで、ちょっと回してくれないかと。で、ことみつきは正直な話、野球賭博をやってたとしても本当にその、まあ、堂本がいて、中継がいて、それでまあ張り子がいるんですけど、まあ、中継がいて、中継に全員張ってたんで、中継にだからお金を全部預けてるような形だったんです、琴美月は。だから結局本当のことを言うと、琴美月はだお金も勝っても取りもしない、負けてる時だけお金をずっと払ってるような形。だからまあ正直言ったらね、そういうふうな野球賭博の矢の字も知らなく、何にもその賭博に関しても正直つれてないし、これがもうまあ相撲界の一般常識だぐらいにしか思ってない。いや、確かに悪いとは思ってますけど、まあ、そこは、まあ、それほど、まあ、相撲界だから大丈夫だろうなっていう、みんな正直な話、安易な気持ちで全部いたのは正直確かだと思います。で、まあ、その時の、500万円をじゃあ琴美月に何とか都合つけてくれって言った時に、本人はね、まあ、結局その時は現金持ってなかったん で、その勝ったその中継の人間にお金を、だから高藤力が言ってるから、ちょっと500万円だから月曜日いるからつけてくれないかと言った時に、結局それがだから本人はつけれないと。でつけれないって言ってても、結局勝った時はもらって、で負けた時は払うと。そのために1割の手数料っていうのをもらえてるわけ。まあ1年ね、やっぱ自分らみたいなお客さんが20人もいたら、正直何千万かの金は入ってくるんですよ。お金はね、入ってくる、お金は入ってくるから、その時にやっぱ残しておけばいいけど、やっぱ自分らみたいなこうね、こう週刊誌に叩かれたり何も言えないような人間はそういうことはできないじゃないですか。正直返せとか言って、コラーとか言って言うこともできないし、頼むから返してもらえないかって言った時に返してもらえないと。で誰に、じゃあ誰々に返してもらえないから帰ってこないって言った時に、まあ本当か嘘か分かんないけど、まあ八角理事長のところの沖の海に200万円貸してると。でその中継の方が、であともう一人その元お相撲さんでっていうお相撲さんにお金を貸してると言ってて、でそれを貸してるからって言って、でそれで返してもらえないって言った時に、そのまあっていうお相撲さんの上がりの人が、だからまあ
俺は借りてないと、ね、借りてないと、で借りてないのに返せっていうのは何事だと、ね、それは迷惑料としてだから300万円払えとっていうような形がこれ実際の話なんですよ。だからどうもとでもないし、ね、中継でもないし、ただ一般の客だったわけです、その時はね。それをだから返せって言われて怒って、で琴美月にねわーって言ってきて、で琴美月はもう、そんな相手にしなくて払わなくていいよって言ったけど、そこのお金を払っちゃったわけです。払って300万円払って、だその300万円を払ったことに対しての、それがだから結局まあ元々の原因で、俺が500万円を言ったのも元々の原因、うん、だからそれで300万で済んだんですか。それで300万で結局それで払ったから、もう払うなって言ったじゃんとか言って言ったんだけど、結局払ってしまったと、払ってしまったんで、なんで払うんだよっていうような形になった時に、まあまあその時にまあ自分もだから結局俺のせいでこう結局こういう形になったから、まあちょっといざこざになって琴美月と何ヶ月かこう口を聞かないような状況になったと。ちょっと仲悪くなっちゃったじゃないですか。悪くなって、ほんでもう一時ちょっと何ヶ月か口を聞かないような状況になったんだけど、まあその時に3月場所の始まる時に、まあそのね、これ300万円取れたから、じゃあ結局40人50人あった中で、ね、45人いる中で300万円かける30人40人いたら1億なるだろうと、一人頭計算したら、あ、じゃあちょっと1億でもちょっとふっかけたろうかというような形だったんだと思うんですよね。で結局、まあ、自分らも1億なんか払いたくないから、どうするどうするって言ったんだけど、結局やっぱ俺が責任あるからね、一応自分は警察に相談しに行ったんですよ。警察にね、うん、言われて警察に相談しに行って、で警察に相談しに行った時に、まあいろんなね、正直こんな野球賭博の案件よりももっときつい案件をこなしてきた人がいるから、だからその人に相談してみなって言って、ある知り合いの人が言ってきて、で俺はもうわらをもすがる気持ちだから、じゃあもうじゃあ一番ね安牌な警察に相談しようと、まあ弁護士に相談した方が一番良かったんだろうけど、その時はね。でもまあ警察に東京行って、大阪から東京行って相談しに行きました。その時に警察には相談しに行ったら、まあまあ何々の何々ですっていう形で、まあ警察の人が2人いました。で俺1人で行って話した時に、最初野球賭博の話をしてるのに、その人らはヤクザの話、ヤクザと相撲界の付き合いの話ばっかりを振ってくるわけですよ。で最初の5分10分の時に、あ、この人らちょっとやっぱまずいなと思って、でそれはちょっとまずいよなと思って、ちょっとそれ以上あんまり真剣な話はしなかったんですけど、でまあ分かりました、よろしくお願いしますと。だから誰々さんは何々組の何々と知り合いですよねとか言って、知るわけないじゃないですかそんなこと。いや分かんないとか言って、誰々は誰々の知り合いですかとか、そういうふうなことばっかり聞くんですよね。でまあとりあえず、まあ、一応まあ、そういう形で1億をあれされてるから、だからそしたら警察が、じゃあまあ警察に言ったっていうことにすればもうそのまま話は終わりますよ、だからもうそのままで、でもうこのまま警察で終わって、もしそれで何か言ってきたらもう一回警察に相談してくださいって言って、そう言って言ったから、とりあえず俺は一回帰って話を しにね、電話して話にして、ほんだらまあ向こうが何人かいて、ほんでそのっていうお相撲さんがいて、もまあまあちょっと爪伸ばしたんだと思うんだよね、それちょっと金こいつらをちょっと落としたら金になるやっていうようなとこで、でもまあその時に俺がだから警察に一応相談したんだと、ほんだらまあ
このまま うやむやになったらもう一切不問にするからっていうことを言ったら、向こうも分かってくれて、じゃあなしにしましょうと、じゃあこの話はもう一切私らも言いませんというような形で話は終わったんです、うん、終わった。あ、これで俺らも助かった。でみんなでもうこれからもう野球賭博っていうのはもう怖いからやめようなって、もうこういう話になったら怖いよなっていうことで、みんなとりあえずそういうことでやめてたと。もう一切そのからはやってないし、でやめようなっていうことでやめた。そしたら1ヶ月かな、2ヶ月ぐらいしたのかな、場所中だったかな、場所前だったかな、琴光から電話あって、親方言って、終わりましたわって、え、何終わったのとか言ったら、いや今電話かかってきて、週刊新潮から電話かかってきて、ね、野球賭博の話がもう明るみに出ましたわって、もう終わりましたね言うから、俺ももうそれでもう人生終わったと思う。あ、もう、あ、終わったな。警察を信じた俺らは本当にバカだったって。なんで琴光がクビになるのって、意味が分からんって。貴乃花は俺に一緒に戦ってやるから耐えろよって言って、やっぱ教会のシンクタンクの大車さんが決定したんだと思う。すいません、あのこれをチャンネル登録してくださいよ。なんでしてくださいよっていうか、もうずっと言ってるけど、これ人が増えたらその分俺がもうクビにならなく、もう抹殺されずに済むからね。